始めるきっかけだ。モテたいから。意外とですね、テクニカル思考だったので、ドラマーとしてはフュージョンバンドをやったんですけど、まあ、なんとメンバーに是永浩一、亀田誠治、そうそうたるメンバーがアマチュア時代に一緒におりまして、彼らはみんな素晴らしいプロデューサーとなって、本当にすごい人たちとアマチュア時代にいたんだなと思います。私が一緒に住んでいた祖母が習っておりまして、私もおばあちゃん子だったので民謡を一緒に習うようになりました。はい、もうロックもポップスも大好きで聴いてます。例えば、歌うために聴くっていうのも結構していたので、椎名林檎さんですとかコッコさんとかカラオケではよく歌わせてもらっていて、そういった音楽も好きで聴いてます。バンドは聞かないの？個人の歌手とか、結構女性ボーカルものが好きなので、サラ・ブライトマンですとかビョークとか、まあ、影響を受けているのは美空ひばりさんや中島みゆきさん、やっぱりソロの女性が多いですね。特にネオバラッドでは誰かを手本にして歌うようなことはないんですけれども、やっぱり美空ひばりさんや中島みゆきさんが好きな理由として、表現力がある方だなっていうふうには思っているので、私もそういうふうな表現者になっていきたいという思いでは歌っております。良いと思いました。今聴いても新しさが感じられてすごくかっこいいなと思っていて、これを20代で作ったなんて信じられないなっていうくらい。ちょっと照れておりますあ、一番は若さとの出会いが多かった、大きかったってことで、やっぱりその民謡の発声ができる、歌が歌えるっていう人と出会ったっていうことが、まあ、一番大きいきっかけですかね。実はなくてですね、むしろその頃のものをもう一回回帰して、なんかあえて取り入れたりしてることも多いので、かえって昔の方がなんかこう挑戦的なことをやってましたので、それをまた改めて取り入れてる。僕はずっと日本民謡っていうか日本の音楽は頭打ちの音楽だと思うんですよ、こう手拍子のこういう。だけど実際民謡を分析してみると、すごいこう、まあ西洋的に言うと変拍子、要は自分の死にあまりとらわれないようなビート感っていうのがすごい多いことに正直びっくりして、すごいプログレ民族だなと今では日本人のことをそういうふうに思っております。ですね、言われてみればそうだなぐらいのもので、すごく自然に馴染んでいたので、もうそうですね、秋田大黒舞や今回のリリースするアルバム02にも収録されている南部俵積み歌もそうなんですけれども、1番2番3番が同じではないっていうのが面白くて、でも私にとってはそれが普通な流れなんですけれども、
A があって B があってサビっていうのとまた違う解釈の民謡があるっていうのがすごく面白いなと思います。そうですね、やっぱり、まあ、民謡はリズムで刻めないところもあるので、その中で尺八ですとか三味線が自由に動いてる中で調和していくっていうのがまさにグループではないかなと思っています。だからやっぱりそのいろんなこう固定されたそのビート感とかにとらわれなくて、ただ間合いでなんか言葉の都合のいい場所で区切ったりとか、まあ、自由ですもん、すごく元の民謡は。だから僕らが作ってるのはあえてそれをカテゴリーにはめてそのビート感に合わせてやっていくっていうような作業をやってるんですけど、もともとはすごいただの間合いだと思います。逆にそういったの歌いづらいものもこうビートに当てはめて作ってくださるので歌いやすいように仕上がってるんではないかなというふうに思います。メロディーラインと歌詞ですね、ここにはなるべく手を加えないで元のものを生かしてアレンジしたいっていう。それは例えばまあ、コラボレーションみたいな、あえてそれでセッションを行っていると、昔のその民謡と現代の自分たちが、まあ、セッションを行っているような感覚で、特にパーカッシブな要素が多いっていうふうには感じないんですけど、まあだからネオバラットの場合は両者を取り入れてるということで、例えば太鼓のビートもチャンチキのビートも、あとそのドラムのビート、パーカッションのビート、ブレイクビーツのビートも全部混在させているっていう状態なので、より複雑なビート感になっていると思うんですけど、特にもともと日本民謡はそのビートにあまり固執してないっていうところで、さっきの若さんが言っていたみたいな尺八民謡とかもあるから、多分あんまり考えてないで作られてきた音楽だと思うんで、まあ、それがすごくまたいい部分であったりすると思うんですけど、変わりましたね。だって子供とかおじいちゃんおばあちゃん増えましたから、はい、そこまあ男性女性はいましたけど、大体同世代の人たちが多かったけど、今はもう本当ちっちゃい子供だったご老人までも多くの方に支持していただいて本当にありがたいと思います。そうですね、私もやっぱりお子さんとお年寄りっていうのはロックバンドをやっていた時にはライブ会場にはなかなかいらっしゃらなかったので、今ではもう iPhone を片手に前の方に出てきてなんか撮影をしてくれたりとか、子供がサッカーボールにサインくださいとかっていうのがすごい可愛いなと思って、ネオバラットでよかったなと思いますけど。それはもちろん刺激を受けますよね。おじいさんとかがこのネオバラットのビートで乗れるんだっていうことがまず衝撃だったってところと、すごい普通に受け入れてね、一緒に口ずさんでくれたりとかしてますので、そうですね、テクノとかこれまでやってた自分の実験的なことっていうのが普通に受け入れられてるっていうのは本当にびっくりでした。普通の民謡は聞かないけどネオバラットの音楽はハマって聞いてるよっていう方も多いので、なんか、まあ、お
めでたいっていうのは日本の方はみんな好きなことだと思うので、なんかそういったパーティーとかに呼んでいただく機会も多いんですが、楽しんでもらってるのがすごく嬉しいです。遠くから始めて、今すごい丁寧に遠くに接したいと思って頑張ってるんですけど、もちろん全国の民謡ものすごいいいのがいっぱいあるんで、創作意欲だけは本当にありまして、だから一つ一つの場所を丁寧にやっていくという意味では、今後別の地方にどんどん進んでいくということはもちろん考えています。先日も岡山に呼んでいただく機会があったので、下津いぶしっていう新曲も生まれましたし、すごくかっこいい仕上がりになっているので、ぜひ聴いていただきたいです。ライブで私のふるさとの磐梯町での盆踊りに今年は出させていただいて、なんか地元に帰って民謡をこういう形で歌って戻っていけたっていうのがすごく自分にとっては印象に残ってるんですが、まだまだこれから頑張っていかなくてはいけないので、そういった町の方もすごく応援してくれてるっていうのを、より糧にして頑張っていきたいなと思います。その地域の重要性というのは本当に知ったということなんですけど、例えばその地域同士ですごい絆が深いところとか、敵対しているところもあるというのは本当にびっくりだったし、でもそれもいい意味も悪い意味も含めて、やっぱりその地域をものすごくそれぞれが大事にしているんだということがよく分かったの で、また民謡、それぞれの民謡がその地域にすごく密着しているというところがあって、それを扱う自分としてはすごい責任が重大だなというふうに思っているということと、あとやっぱその地域を大事にしながら、その地域の皆さんとその民謡を日本中に広めていけるような活動ができればいいなというふうに思ってます。ここがすごいぜはですね、なぜ名曲が揃っていますよね。本当普通だったらアルバム、いろんなアルバムに散りばめて入れたいぐらいのものを一気に凝縮して、もう本当に名曲ばっかり揃えてるみたいな、もう曲だけでもさらにすごい濃いです。あと、01からまたさらに発展していったこととか、あとアレンジ面でもすごくまたさらに広がってるっていうところがあって、それは別に僕的には無理してやってないんで、もう本当に自然に生まれたものとしてすごく自分も楽しんで作ったし、あとでも自分でも何度も聴いてます。もう今でも本当にいいアルバムになったなと思って、自分もすごい不安でいられるっていう、そういうアルバムです。なんかそういったいろんな民謡を普通に歌ったらこういう風にはならないだろうなっていうところが、ネオバラトらしさがたくさん詰まったアルバムになってると思うので、民謡をあまりご存じない方も楽しんでいただけるようになるアルバムになってると思います。ゼロに黄金の里っていう、黄金の里っていうのがついてるぐらい、日本の名曲が詰まってると思いますし、めでたい民謡がたくさん入ってると思うので、ぜひ皆さんも聴いてめでたい気持ちになっていただければと思います。